えー、政治家女子48等のお給料問題ですけども、これ大津さんになんか声明文かなんか出しているというこの、まあ、申し訳ないですけど、アホなんですよね。これ、使用人もアホであれば、労働者もアホってことになります。それ一本動画に撮りたいと思います。あのですね。まあ、この国には労働三法ってありますけど、えー、まあ労働組合法とかをご存知ない。 ご存知ないんですよねそもそもそのお給料って何かっつったら政党交付金なわけだから誰誰が払ってるかっつったら国民がの税金が払って国民の税金で払ってるわけねこれ大津さんの権限で払われてるわけじゃないんですそれ勘違いしてるのだからアホなんです申し訳ないですねちょっと汚い言葉使って申し訳ないんですけど ご理解でき,できてないから大津さんになんか宣言文やっても全く関係ないのだって我々国民が許さないんだから政党女性法上の、えー、違法行為を浜、えー、田聡君と斎藤健一郎さんと立花孝先生がやっちゃったのよこの3名が使用人だった使用人だった人たちね だった人たちがやっちゃったから、あのー、こういう事態に陥ってんのになんでその使用人が変わったことでしょ大津さんに使用人が変わったこの人は新使用人にいろいろやってもしょうがないのだってこの人は税、えー、政党交付金を引っ張ってくる人じゃないから。 わかります政党交付金を引っ張ってくる要はお給料を止めないためにはどうするかといったらああこれシ,フシステムの話だったら簡単でしょシステムのだから今底ついているのは関係ないからそれ前の使用に大津さんじゃなくて前の使用人の話でしょこれから今政党交付金が降ってくるやつが止まっているのは簡単でしょ そもそもが政党交付金のその政党女性,女性法違反を犯しているからでしょ変更があったのに変更の届け出を、えー、期日以内にやってないもしくはその変更その代表者の決め方が民主的でないっていうことがばれちゃったからばれちゃったから <laughs> そういうことになってるわけでしょだから使用人も労働者もアホなのだからこの人この人たちはあのそこで働いてる労働者は結束してね 結束して使用人に対して民主的な方法でその役員の人事とかそのルールですねルール登記役ですとかそのね代表者を決めるやつをやりなさいよって言わないといけないわけねそしてそれをやらせるやらせる権利がこのお給料をもらってる人たちあるのそれが労働三法でしょそもそもが 労働散歩って結成することも認められてますし、使用人に対してこう、えー、交渉してもいいんでしょお給料が支払わないんだったら働かなければいいわけストライキすればいいだけですよ。ストライキ。ねえ。誰も困りません。<laughs> ほぼ、ほとんど困らねえよ。ねえ。だから、不届き者たちが困るだけ。 NHK と受信契約して受信料を不払いしてる不届き者たちが困るだけそしてそれにねそれの金の匂いに寄ってってお給料つってイエーって政治の仕事してるみたいな感じでおままごとみたいな政治家ごっこしている人たちが困るだけの話で私は困りません <laughs> ストライクしても政治家女子48等で政党助成金からお仕事をしている人たちがえー、まあ 家賃止められてもくいっぱくれててもも何ら困りませんそしてその責任は使用人にあるわけ。使用人,、まあ、使用人にあるとか使用人と労働者の責任であるわけ。あなたたちが何も知らないでポケッとして何労働組合も結成しないでやってきたことがそういうことでしょだから組合と同じような組合民主主義みたいな感じで、えー、大津さんが、えー、大津さんになったりもしくは大津さんが降りたら。 今日のね今日の総会見たでしょああいう形でやってたらそもそもが、えー、この問題が全然発生しなかったのにえー、橘先生はですね いじめちゃったから、大津さんのこと。いじめちゃったからこうなったわけ。だから、大津さんに宣言部みたいなね、それをやって大津さんの家に、えー、送りますなん <laughs> なんだって。笑わせんなよ、立花さん。笑わせんなよ、働いてる人たちみたいな。それ、そのね、原資っていうのは我々の税金ですから、ね、政党女性法通りにやってれば、えーえー、ちゃんとあなたたちに行きますよ。政党女性法通りにやってなかったから、 行かなくなっただけでありますよね。はい、以上です。